熊本県阿蘇市。およそ2万7000人が暮らすこの地は、阿蘇五岳を中心とする世界最大級のカルデラや広大な草原が広がり、農業や畜産が盛んで、自然景観などの観光資源に恵まれた熊本を代表する観光地です。阿蘇五岳の北側にある阿蘇北外輪山。そこで最も高いところにある大観峰は、阿蘇五岳や阿蘇市を一望できる展望所になっており、多くの観光客が訪れます。平成28年7月、その大観峰で阿蘇市立内巻小学校4年生の草原環境学習が行われました。子どもたちを案内するのはジオガイドの高島さんと阿蘇火山博物館の松島さん。およそ2時間の講師を務めます。コーディネーターは阿蘇グリーンストックの木部さんで、阿蘇での草原学習の窓口となって、さまざまな体験学習を提供する草原学習のスペシャリストです。まずはじめに、大観峰の展望所に立ち、眼下に広がる自分たちの住む地域を眺めながら、阿蘇のカルデラの成り立ちを学びます。およそ27万年から9万年前の間に繰り返し起きた4回の巨大噴火で、このような地形を形成したと言われています。はるか昔、何万年も前に起きた火山活動を目の前の風景と重ね合わせ、楽しく学んでいきます。続いて遊歩道を進むと、足元にはさまざまな野草が顔を出し、初夏の草花が子どもたちを迎えてくれます。ノコギリの形をした葉が特徴の阿蘇ノコギリ草。トゲのある葉はあまりにも痛いので牛も食べないというノアザミ。日ごたえのつぼみも見つけました。実は、阿蘇の人たちのですね、あの営み、生活の暮らしの中でですね、この緑の草原が、守られてきてるんだけど、秋になるとね、こんな風にしてススキの草原がですね、見られたりします。これ綺麗ね、あのちょっと絨毯を敷いたような毛布を敷いたようなね、とっても綺麗な、また秋には秋のですね、草原の形があります。そして茶色っぽくなるんだけど、また次の夏には、春にはこういう緑になります。これなんででしょう。わあ、素晴らしいね。みんな知ってるかなと思ってね、今みんな質問してみたけど、野焼きという作業ですね、阿蘇では、します。野焼きとは、毎年3月頃に草原に火をつけて枯れ草や害虫を焼き払い、春の芽吹きを促し、きれいな草原を維持するために行うものです。野焼きの他にも、4月から12月にかけての放牧では、牛馬が草原の草をはみ、そして秋には採草といって、冬場の牛馬の餌を確保するために草を刈る作業が行われています。阿蘇の草原は海抜600メートルから800メートル。1年の平均気温が10度から12度で、年間降水量も3000ミリと多く、もし人の手が入らなければ森林が広がってしまいます。そこに人々の生活、特に畜産が深く関わり、放牧、採草、野焼きというサイクルを1000年も前から繰り返し、
阿蘇の草原は人々の手によって守られてきたのです。採掘は今でこそ大型の機械で効率的に行われていますが、その昔まだ車もない時代、それはそれは大変な作業でした。昭和30年代頃まで人々は草原に何日も泊まり込んで、大釜を使って草を刈り、干し草を作って冬場の餌を確保していました。食料や生活道具一式を持ち込み、子供を連れて行く農家もあり、学校は臨時休校になったそうです。その時に寝泊まりしていたのが、すすきなどで作った草泊まりと呼ばれるかやぶきの小屋です。うちの牧小学校の4年生は2学期に草泊まりを自分たちで作り、さらにそこに実際に泊まるという集団宿泊学習を4年前から行っています。阿蘇の自然とこの草原をね、しっかり勉強してほしいと思います。そして今日はここにおられますけども、皆さんがこの草泊まりを作って協力、活用してくださいます。どうか先人といいますね、昔の方々の知恵をしっかり理解をしてほしいと思います。この学習では地元の牧野組合や内の巻公民館関係者の力を借りて草泊まりを作っていきます。使用するかやは協力する地域の人たちが数日前に刈り取って準備してくれました。そうそう、うーっと広げてごらん。まず数本の竹を円錐状に組み合わせ、骨組みを作ります。ちょっと締まったね。もい、体も出てこにゃ。そして竹を細く割ったものを骨組みに結びつけていきます。いや、こっち側で結ばないけん。次に寝るときに顔にカヤが刺さらないようにござを巻きます。目抜き通し、目抜き通しという道具を使い、針と糸のようにしてござを固定していきます。このあと数日間乾かしたすすきなどのカヤを貼っていきます。ここが開いとる。隙間があると夜寒いので、中からしっかりチェックして、薄いところはさらにカヤをかぶせます。これはトビと呼ばれる屋根の部分、束ねたすすきの穂先を編み込んで作りますが、この技術をはじめ草泊まりを作ることができる人は少なくなっているそうです。草刈りをしてた。そうです。その頃はね、今のような機械じゃなくて、大きな釜、1メーターぐらいの柄のついてね、大きな釜でこれで尽力で、1日にね5回以上ご飯食べた。ご飯を、はい、そんな疲れるんですか。うん、朝4時ぐらい食べるんですよ。山に着いたらもう食べる。そして釜といたらまた食べる。その繰り返し。トビをかぶせ固定し、最後に扉をつけると草泊まりの完成です。地域の人たちと力を合わせ、それぞれの草泊まりが出来上がりました。どう寝心地は？気持ちいい。気持ちいい。あったかい？あったかい。暑い。暑い逆に。
夕飯を終え、いよいよ草泊まりに荷物を運び入れます。こんばんは。こんばんは。こんばんは。眩しいです。ごめんね。はい、いいですよ。自分たちで居心地いいですよ。居心地いい。はい、楽しみ。はい、怖くない。はい、おやすみなさい。なんか楽しみ。おやすみなさい。おやすみなさい。雄大な阿蘇の自然に囲まれ、自分たちで作った草泊まりでの夜、子供たちはどんな夢を見るんでしょうか。